こんな気持ち初めてなんです。好きです。好き好き。ちょっと待って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 。さあ、グノーシア、続きからやってまいりましょう。3周目のループっていう感じですかね。で、今回から、セラと茂道という二人っていう表現でいいのかわかんないけど、が乗員として加わって、7人。で、グノーシアが2人。エンジニア1人という状況でのスタートになるみたいです。で、とりあえずまだ誰を疑うこともできないんだけれど、もう、SQ と仲が良くて、あ、せっちゃんと仲が悪い人生だね。寂しいな、この人生。まあ、とりあえず、まずは剣でいいかな。とりあえず様子見ていきましょうか。ここは剣だ。どうしようかどうかわからんけどさ、説ってちょい宇宙人っぽくね。あぶね、むせちゃった。お前がよう言うた。茂道の中でだから宇宙人っていうのはどういう形をしているのかっていうのをちょっと、そこ説明欲しいね。説ね、確かに不思議。あ、ジナが乗っかった。そう、私が邪魔なんだね。ちょっと寂しそうな顔してるね。茂道に言われちゃうな。こういう顔にもなるだろう。今、説を疑うのは握手だね。やれやれだよ。握手じゃよとラキオが言ったな。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。続きまして。誰が敵なのかまだわからないが、私はラキオ、あれ？せっちゃん、せつはラキオを疑うのかい？しげみちじゃないんだ。ラキオなんかちょっとかばいがちだったのにね。それで何か見えてくるかもしれないから。まあまあまあ、とりあえず怪しいやつから行こうっていうので、しげみちではなくラキオを選んだんだな。せつの中に何かあるのかね。やっぱそう思ったらラキオ怪しい。お、S 級もラキオ怪しいと思っておる。君この僕を疑ってるんだ。ラキオはちょっとショックを受けている。鉄様、そのようにラキオ様を敵するのは尊敬に過ぎませんか？ステラという人は、ラキオをかばったのかな？ここは俺も恐れず発言していくべきだな。なんか誰かに、俺、とりあえず茂道怪しがるか。茂道が怪しいと思います。理由は、もう言うまい。茂道が怪しい。疑わしいところを指摘してやろうか。一個ずつ指摘してもいいが、とりあえず全体をなんとなく指しておこう。疑わしい。俺怪しいのがショックだぜ。あ、泣いてる。目おっきいな。こぼれ落ちそう。私は茂道を信じたい。あ、そうなの？ジナさん、そんな感じ？そっか。第一印象から決めました。あ、SQ は茂道が怪しいっすと。俺と同調したな。同調した感じだな、でもな。茂道様に関心を向け、あ、でも、ステラ。茂道怪しがってるんだ。なんか一緒に登場したから仲いいのかと思ったけど、そんなことないのかな。俺怪しいのかショック。めっちゃショック受けてるじゃん、茂道。私は S 級より茂道を信じたい。あ、なんか、ジナはめっちゃ茂道派なんだな。こんなに信用に足るだろうか。間違ってたらごめんなさい。だけど私にはラキオが怪しく見える。ラキオか、確かに妙な感じやするな。妙な感じと茂道が言った。俺はショックだろう、ラキオ。君、この僕を疑ってるんだ。やはりショックそうな顔してるね。おっと、もう時間がないぞ。誰にコールドスリープしてもらうか、そろそろ決める。いや、本当に？この状態で誰かを選ばなきゃいけないの？超きついな。ラキオが怪しい、茂道が怪しい、茂道が怪しい、ラキオが怪しい。ラキオ茂道だな。まあ、あとせっちゃんか。これ、ラキオ茂道の二択だね。どっちだろうな。正直別にもうこれどっちでもいいんだよな。ちょっとしょうがない気がする。ただ、S 級は茂道が怪しいで、俺に乗っかってきた感がちょっとあるな。むしろラキオなのか？ここで俺はあえての S 級に行ってみようか。なんかちょっと俺に乗っかってきた感があったから。S 級さん。あなたが怪しい。俺は忘れてないよ。先生の記憶忘れてないよ。あなたが怪しいです。ラキオーこの僕を霊と睡眠させるんだ。救い方で集団自殺する動物のようだね。ああ、僕はいいよ。構わない。たとえ、僕には死刑宣告に。さよならー、ああ、ラキオー
もはや伝統芸、様式美の様子を呈してきたな。美しさまで感じるわ、ラキオのこのムーブ。自室に帰ってきたぞ。先ほどラキオ様のコールドスリープを確認しました。ふむふむ。まだ時間もございますから、他の方とお話しして情報収集なさってはいかがでしょうか。他の方とお話しして、店内マップを表示します。投票の後、好きな場所に一度だけ移動できます。人と話をして仲良くなればあなたのことをより信用してくる。あー、なるほど、なるほど。誰かと仲良くなって、なんかこう、絆を結ぼうみたいな感じの、あんのかな。ジゲミチ、ステラ、ジナ、鉄、S級か。あ、俺 S 級と仲が良くて、しげみちと仲悪いんだ。しげみちとはまあしょうがないといえ、じゃあ S 級に入れたら失敗だったかな。S 級ごめん、さっきは冗談だったよみたいなことちょっと、あ、しかもシャワールームだよ。え、いいのかい。船内の洗浄作用により体の清潔はほぼ保たれているが、運動後など汗や汚れを落としたい時に使用される。洗濯もできる。え、ちょっと S 級ちゃんごめんって言っとこうか、じゃあ。S 級ちゃんごめん。え、ね、テッドって今、ラブい感じ？え、え、え。S 級ちゃんもそうかもよ。お、どういうこと？どういうこと？ラブイってのは何？両思いですっていうこと言ってるのかな？おい、ちょっとドキドキしてきた、シャワールームで。あー、ステラが消滅したぞ。誰かがステラを襲ったのか。どんな人かもわからぬままステラが消えてしまった。ステラがやられちゃいましたか。ステラか。ラキオは大丈夫だって言ったんだよなー。まあ、なんだろうね。説の可能性はある。ちょっとまだわかんないな。一旦様子を見とこう。あ、提案。エンジニア権限を持つ者は恐れず名乗り出てほしい。なるほど。確かにエンジニアいるもんね。誰だろう。誰も名乗り出なかった。せっちゃんせっちゃん、誰も名乗り出なかったよ。あ、そうか。ひょっとするとラキオだった。あるいは、ラキオかステラだったって可能性はあるのか。エンジニアが。そうか。いや、そうなるとちょっと難しくなるな。前回の投票結果ちょっと見とこう。俺以外に S 級に入れたのは重道か。重道はかなり S 級を疑ってるみたいだね。ステラは重道に入れた。ステラは白なんだよね。人間のステラは重道が怪しいと思う。あなるほどな。まだわからん。なんとも言えんな、これ。これなんとも言えんねえ。説とか怪しくない ?S 級は説を疑っている。私が邪魔なんだね。ちょっと揺さぶりをかけてみるか。ジナあたりにちょっと揺さぶりをかけてみるか。ジナさん、ちょっと発言が少ないじゃないですか。疑わしいですよ。私が疑われてるんだ。おい、むやみにジーナは疑わない。こいつは誤解されやすい奴なんだよ。しげみち、お前が一番誤解されやすいのだが。むやみに人、あ、S 級も同調したなぁ。そうか。失敗だったかなぁ。今回消失したのはステラ。そしてステラと敵対していたのがしげみち。疑いを向ける理由としては十分。確かに。それはおっしゃる通り。せっちゃんのおっしゃる通り。俺もね、しげみちは怪しいとは思っていたんだ。出会ったその時から。S 級も重道が怪しいと思ってるな。俺怪しいのがショックだぜ。私は説より重道。お、ジナはなんだかすごい重道派だな。なぜそこまで重道を熱心に支えられるのか。この理由が知りたい。それはグノーシアだからじゃないですか。こんなこと言いたくないんだから S 級は変じゃないか。気のせいだったらすまんけど。もう言うことなすこと説得力がないのだが。だが、ジナはすごい同調する。一体何なんだ。おっと、そうきましたか。しげみちの狙いは単に私たちの分断。その手に乗るわけにはいかないな。こう見ると、ジナとしげみちは本当にすごいね。ジナはとにかくしげみちをかばってるな。なんかあるだろう、これ。ジナとしげみちはかばい合ってるね。これはこの二人なんじゃないか。あ、投票しか、もう投票の時間か。じゃあ、しげみち行っちゃおうかな。ちな、行った方がいいのかな。どっちだろうな。S 級に入れられちゃう可能性があるから、二人で。合わせた方がいいな。ということは、しげみちだな。しげみち行きましょう、みんなで。
ゴー。おお、危ない、ギリギリ。お、なんだ、説がジナに入れた。あー、なるほどなるほど、重道は説、なるほどなるほど、そういう感じだったのか。まあでもとりあえず、くんくんし、あなた方信じてもらえなかったのか、迷信な、コールドスリープしながら反省タイムだ。コールドスリープの間考えることができるのか、やっぱ怪しいじゃないか、こいつは。さよなら。あー、コールドスリープした。お、終了状況満たしました。ん、じゃあ行っちゃうかな。あ、グノーシアじゃないのです。ん、どういうことだ。グノーシアじゃない。あー、グノーシアじゃないか。おい、またやられた。またエスキューにやられた俺。なになに、誰と誰。わ、セッツか。セッツもう右半分黒。ラキオエンジニアだったのか。もうお前一番最初にいなくなっちゃダメなやつじゃん。あ、しげみちを疑ってしまった。何、どういうこと？データ見たいな。あー。ラッキーを、いや、しげみちは初手で説を疑ってた。信じるべきだったのか。これどうやったらいけたんだろうな。説が怪しい。すごくない？だって SQ ここでさ、仲間の説を怪しいって言ってるんだよ。ああ、でもなんか俺だな。俺がちょっと茂道ジナだっていう感じで、茂道をほんと全く信用しなかったのが良くなかったんだな。悪いことしないのにラキオが凍らされたのが良くなかったのか。まあまあまあ。難しかったな。そうか、残念。負けてしもうた。あ、プープー。あ、なんだ、ラーメン食べてる。茂道だ。あ、たまった。俺、茂道とラーメン食べてる仲なの？グノーシアとか嘘でたまらんな。おじおじ飯も食えやしね。キムチと一緒にご飯を食べる世界線に来た。おや、お前さっき自分がエンジニアとか言っただろう。なあ、エンジニアって何するんだ。あ、今回は俺がエンジニアか。じゃあ、しげみちに知られちゃったらまずいのでは？こいつは仲間だと思っていいのか？発言する。ごまかしといた方がいいか。いや、エンジニアとかよくわかんないですって言った方がいいか。ごまかしとこう、ここは。ここ可愛げでね。エンジニア。わからない。よし。おいおい、そんなで大丈夫かよ。あれだ、とりあえず集合する前に食っちまうぜ。あった、へへ、ああ、銃を取り出したぞ。何をする気だ？おーっと、何それは、あ、味を変えているの？塩分 1.5% か。これはスープ飲み干すわけにはいかんぞ。あ、塩分濃度を知る機械なんだ。わざわざそんな形をしているんだ。お、来た来た、もう二人とも遅いって。あ、すまんな。で、どいつがグノーシアなんだ。それ今から話し合うところだよ。我々の敵、グノーシアに対二人らしい。うんうん。ん？守護天使っていうのがいるぞ。なんだ守護天使って。ガーディアンエンジェルがいるな。どいつらを思い出すためにもエンジニアとっとと名乗り出るべきなんじゃない？あ、エンジニアは出てこいと言ってるな。この状況でエンジニアが名乗り出れば間違いなくグノーシアに狙われるだろう。強制はできないな。ああ、そうかそうかそうか。いや、そりゃそうだよね。あいつがエンジニアだって言って俺を襲えばいいだけの話だから。いや、ここはじゃあ静かにしてた方がいい。いわゆる潜伏というやつですね。いや、ここは名乗り出ないでおこう。様子を見ます。あ？自分でもびっくりなことに S級ちゃんエンジニアなのです。グノーシアなんてバンバン波及しちゃう ZE。S級が今回もグノーシアか。なるほど。他にエンジニアとして名乗り出る方はいらっしゃいませんか？ SQ 様が本物のエンジニアということでよろしいですか？ちょっと待ちなさいよ。待ちなさいよ。偽物のエンジニアが現れました。ここで自分が本物の場合には、ここで必ず名乗り出る必要がある。必ず名乗り出ると。なるほど。皆さん聞いてください。僕もエンジニアなんです。可愛さで言ってこう、ここは。エンジニアだよ。自分も本物のエンジニアだり、SQ は偽物だ。告げた。ヘッド SQ のどちらかは敵だ。そして名乗り出なかったものはエンジニアじゃない。確実だと言えるのはこの2点だね。なるほど。とりあえずじゃあもう SQ 嘘だよっていうことをみんなに、いやでも言わなくてもわかると思うけど。SQ は怪しいぞ。こいつは前もそうだったんだ。前の人生でもそうだったんだ。こんなこと言うやついたら絶対信用してもらわないだろうな。俺はこいつに2回もやられてるんだ。
SQ 様に関心を向けるの、おステラさんがなんか俺にフォローしてくれたね。おっと、そうきましたか。今 SQ だがのアークシナミアラで、お、ラキオはなるほど、そっち派ね。覚えておくからな。お前なんてほんと一生手でいなくなる可能性ナンバーワンなんだからな。あ、ジナも SQ 派なの？何それ、ちょっとショックだな。クナイシアとかどうとかわからんけどさ、ジナ、ちょい、ジナってちょい宇宙人っぽくね。そしてまた、しげみちのこの、安易な発言。あ、でも、SQ が乗っかった。ということは、ジナは、ちょっと待って、これメモっとこう。メモんないとわからなくなっちゃう。SQ は、しげみちが、ジナを怪しんでるのに乗っかった。これはちょっとポイントなんじゃない？私が疑われてるんで。ただ、ラキオとジナは SQ 怪しくないと言った。ここも忘れちゃいけないよね。あるいはですが、しげみち様はジナ様を疑うことでご自身への疑惑をそらすつもりではありませんか？はぁはぁはぁ。今、ジナに消えてほしくないな。せっちゃんがなんか独り言をつぶやいたと。私はジナを守るよ。たとえ、うん、守りたいんだ。あ、なんだ、せっちゃんが守護天使なのかな。守護天使の話誰もしてくれないけど、せっちゃんはなんかすげえジナ擁護してる。なんだろうね。異論はありません。ジナ様のリスク評価は低い。テラが、なんか、ジナのことを評価が低いと、急にディス。テラが急なディス。ジナめっちゃ嬉しそうな顔してる。ちょっとアホっぽいよね、ジナってね。なんか口開いてる。まあ、可愛らしいといえば可愛らしい。おいおい、大丈夫か？ジナを信じられる気が俺せんのだけど、しげみちはジナが嫌いと。そう、ジナ怪しいって、SQ はもう本当に、SQ もジナが嫌い。なるほどね。あー、発言しといた方がいいのかな。でももうあんまり発言しすぎてもっていうところはあるか。ジナが好きだ。せっちゃん突然の告白だね。ジナが好きだ。ちょっとなんとも言えんな。茂道がまがいものなんじゃない？そんなので本物の人間だったら逆に哀れだ。ラキューがもうとにかくえぐったな、茂道を。びっくりするぐらいのえぐり、シャープな切れ味だった。しげみちね、確かに不審かな。ジナは、しげみちが嫌い。まあ、嫌われてるもんな。お互い嫌いだと。俺怪しいのがショックだぜ。しげみちは泣いたと。そろそろ眠る人を決める時間。いや、これ難しいぞ。とにかく SQ が怪しいのよ。だから俺は SQ に入れるのはまず間違ってないと。それ以外には、しげみちね。しげみち。まあ確かにな。ラキオとジナは SQ を怪しくないって言ったんだよね。だからラキオ、ジナはちょっと嫌ねって感じ。ただ SQ はジナを嫌ってるんだよな。まあとりあえず SQ に入れるか。しげみちー悔しい、俺のこと信じてもらえなかったのか、悔しいな。さよならー。しげみちー、ん？誰か来た。テッド様。あ、テッド様、押したいも押して、あ、なんで、どうしたの、ステラさん。あ、ステラさんの顔が、こんな気持ち初めてなんです。好きです、好き好き。ちょ、待て。これは、ステラさんは、グノーシアなのでは？こんな急に告白をしてくるやつは、グノーシア以外に考えられない。顔もちょっと。登場人物同士の好感度は、時間が巻き戻るたび変化します。あ、笑った。あ、鉄塔様。なんかやばいほの字じゃない？どいてくれない？誰かに見られてる。あ、ラッキオだ。ハウジオンそろそろ変わってたけどさ、場所は諦めた方がいいんじゃん。すげえ釘刺された。イチャイチャするなって。申し訳ございません、鉄塔様。取り乱してしまいました。めちゃ取り乱してたな。なんかキャラにちょっと合ってない。やっぱり怖いな。耳の横についてるその器具もなんか、脳を刺激する器具なんじゃないかと思えてきたけど。ちょっと怖いぞ。鉄塔様が、エンジニアに名乗り出られたことを思うと、私胸が苦しくなってしまって。ほうほうほう。信じてほしい。信じてくれ、俺のこと。一応、そう言っとこう。
私は鉄塔様こそ本物のエンジニアだろうと信じております。本当かな。まあでもそう言ってくれるならね、味方は一人でもいた方がいい。根拠などございませんが、人が人を信じるというのはそういうものでございましょう。鉄塔様今危うい立場にいらっしゃいます。ああそうか、今回の空間転移でグノーシアを戦隊に襲われるリスクは高いでしょう。確かに今回で俺が弾け飛ぶ可能性はとても高いね。出して。もし鉄塔様が襲われれば、もう一方のエンジニア、リスキュー様が偽物であることが明らかになります。これはグノーシア側にとっては不利な選択に思えますが、知性を承知の上であえてエンジニアという目を奪う。グノーシア側がそのように行動する可能性は低く。なるほど。そうか。俺が襲われたら、必然的に SQ は偽物だってわかるんだけれども、エンジニアの能力を奪うことができるから、まあ有利になる可能性もあると。ですが心配なさらないで。私がきっと鉄塔様をお守りいたしますから。ああ、なるほど。ステラさんが守護天使なんだね。僕のエンジェルなんだね。確かに、エンジェルメーテル。それでは失礼いたしますね。どっか行っちゃうのかい？行っちゃった。コールドスリープ室。自由時間か。どうしようかな。SQ はもう無理だから、なんか誰か仲良くなってた方がいい気がするな。今俺が仲良くなるべきは誰なんだろう。SQ と繋がってそうな、いや、重道がでもいなくなったんだよね。投票結果見てみると、重道はジナに入れたんだ。ジナは重道に入れてる。SQ はジナに入れてる。ってことは、ジナは人間な可能性が高いね。多分人間。ジナは人。ジナが人だとすると、SQ はジナを嫌っていた理由はまあよくわかるな。重道さ、グノーシアだったんじゃないの？だからこれあと SQ でだけっていう話はない。あとはラキオかな？ラキオがちょっと怪しい。俺はジナと仲良くなるべきだな、これはな。うん。ジナは多分人だと思うので。ジナとか行こう。あ、シャワールームだって。いいのかな？すげえ嫌われそうじゃない？だって。このとこ行ったら。行けるってことは行っていいってことね。行きまーす。ペットのこと、まだわからないから。あ、それだけで終わった。何それ。わからないからって言われたわ。なんだよ。SQ を調べてもしょうがないから、まあ、ラキオを調べるべきかな。ここはラキオを調べましょう。お、昨日は誰も襲われませんでした。ということは、ステラが俺を守ってくれたんだね。ガーディアンエンジェル。あー、そしてラキオがグノーシア。来たー。そうだろうと思ったよ。皆さんご無事で何よりです。どうして、グノシアは空間転移ごとに一人襲うはず。おそらく守護天使様です。何それ。ジョイのどなたかが守護天使になってグノシアの襲撃を未然に防いでくださったのです。ほうほう。厚耳なんだけど、守護天使ね、そんなゲートが可能なのかい？守られたからちょっと悔しそうな顔してるね。ラキオさんよ。空間転移に関する特殊権限を所有していれば可能ですね。転移を遅延実行することでグノーシアを恐るべき対象を見失うことになりますから、ステラさんちょっとなんかペラペラ喋りすぎじゃない？大丈夫かな？詳しすぎる。よくわかんないんだけど、もう誰も消えたりしないから安心ってこと？いえ、遅延転移できる空間は限られておりますので、どなたか一人を守ることしかできないでしょう。それに守護天使様自身を守ることは不可能です。なるほど。自分は守れないよ。だからあれだね、やっぱり、人狼でいうところのカリウドだっけ？カリウドだか騎士だかと同じ役割っていうことだね。ステラさんもうめっちゃ喋るじゃん。守護天使は自分以外の乗員を一人だけグノーシアの襲撃から守ることができます。一人しか存在します。おそらく昨晩は幸運にもグノーシアが狙っていた相手を守ることに成功したものと推測されます。ですから。あ、気を緩めずに引き続きグノーシアを探そう。まずは昨日の調査結果を聞かせてくれないか。皆さん聞いてください。鳥人間がいますね。アイストラ鳥人間。あれを見てください。あいつは、グノーシアです。よし。別のターゲットを調査しました。さあ、説をチェックしました。グノーシア発見ならず、説は白であります。おう。なるほどな。まあ、私の目線では、もう、ラキオと SQ で決まりなんだけど、あとはどう立ち回れば信頼されるだろう。
疑うステラについてってなんだ？あ、守護天使について言うか言わないかっていう話か。でも今さ、守護天使だよって渡す、明かせば、いや、どうなんだろう。説とか、ジナは信じてくれるかな？これ明かした方がいいのかな？なんか明かしてくれるかな？黙ってた方がいいかな？なんか守護天使って自分を守れないらしいからちょっと黙ってた方がいいかもしんないね。黙ってようか。そしたら、俺は、ジナとかを信じてるよみたいな感じに。信じてるよ、せっちゃんとかジナとか信じてるよみたいな感じにしとこうか。せつがジナを守るって言ったから、俺はジナを信じてるよって言えば、いいかもしんない。信じてるよ、俺信頼してるよ、やめといた方がいいんじゃない？だってジナあれっぽいっていうか、あ、スキューが反論してきた。バカめ、そこにせつが信じてるんだ、宗教用語。なんか、ザキオももうこいつら、しらじらしい。あ、誰も何も言ってくれなかった。ステラは、守護天使ってのだから怪しくないってこと。あ、やばい、バレてる。違うよ。私は可能性をしてきただけですから、私自身が守護天使というわけではございません。ふん、やばい。ステラやばい。守護天使の正体を探るのはよそう。敵に狙われる恐れがある。いいぞ、せっちゃん。なんか、次男行った時は響かなかったから、せっちゃん信じてる作戦で行こう。せっちゃん、俺、せっちゃんのこと、すごい信用してる。あ、ステラさん乗っかってくれた。いいよ。リスクは低いって。ありがとう、期待には応えたな。感謝してる、俺に。よし。いいぞ。全言って、おー、いいよ。やはりリスクは信用できない。いいねー。乗っかろう、それは。そうです。私もそう思います。見てください、この服の色。すごい変。光ってる。夜歩いても平気な色してる。おっと、そうきましたか。やれ、気づかないかな。S 級で疑惑を向けようとする頃の、あ、なるほどね。ラキオはこうやって、擁護してるわけか。はぁ、あ、はぁはぁ。あー、せっちゃんどうしたの？ S 級に消えてほしくないだって。お前どうした？せっちゃん。あ、言うまでもないことだけど、説が上院だと確定したね。なんだこのラキオは。急に言い出した。絶対に人間だわ。相手が明らかに人間である、または確実に信用できることを指摘するロジック系スキルです。おう。ありがとう、ラキオ。情報を確定すれば敵を追い詰められる。この調子で行こう。ん？どういうことだ？説は絶対に信用できる。というが、だってグノーシアの発言だよ、これ。これはどう捉えればいいんだろう。いや、俺もそうは思うんだけど、説は人間だって、俺目線でもそうなんだけど、ラキオがそう言うっていうのはどう捉えれば。そういうグノーシアとかグノーシアでないに関わらず本当のことを言うってことなのかな。まあでもこの発言によって説はラキオにちょっと寄り始めたってことだ。ちょっとここ、もう、ああ、投票か、もう。まずいなぁ。これでも、ジナは S 級信用できないって言ってくれたから、セラさんと、セラお姉さんと一緒に合わせ技で S 級を排除できればっていう感じがするけど。いけないかな。いけ！おーし、危ねえ！ S 級を排除することに成功しました。まあしょうがないんだけどさ、コールドスリープって病的にどうなんだろう。さよなら！よし。いいぞ。お、赤いマークがある場所で特別な出来事が起こるかもしれませんだって。どこだ？あ、個室でステラさんと俺なんかあるのかい？あ、ペット様。うふふ、来てくださると嬉しいなって思っていました。どうしたんだい？お別れですね。あ、どうしてだい？グノーシアは私が、ああ、そうか。守護天使だと考えているでしょう。ですからおそらく今夜私が消失します。そうだね。狙ってくるのか。ルキオが狙ってくるよってことだな。うふふ、お気になさらないでくださいね。鉄塔様は生き延びてくださいね。おい、ステラ。え？ありがとうか、抱きしめる。え、これどうしよう。抱きしめていい。こんなところで抱きしめていいのかい？俺はステラのことを。ありがとう、ステラ。忘れないよ。あ、何この、あ、なんでちょっと下に、あ、なんでちょっと下に下がったの俺。あー、鉄塔様。あー、何があったの。
今見せてはいけない。すごい恥ずかしい。ああ、顔が熱くなってきたな。誰を調べますか？いや、もう調べる必要ないのだが、じゃあ、せっちゃんでも調べとくか。せっちゃん調べとくか。ああ、ステラー！ちくしょう、ルシオ！せつは人間でした。ステラ、また私は失敗したのかな？報告します！せつは、クノシアでは、ありませんでした。さあ、ラキオちゃんよ、お主やってくれたの、うちのステラにやってくれたの、ラキオが不自然なほど信頼を集めている。あれ？信頼集めてんのこいつ。君この僕を疑ってるんだ。私はラキオを守る、ラキオを攻める。せつ！ジナ！お前ら何だ？どうした？急に。おい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 、なんだなんだなんだ、なんかおかしくなってる。急に二人とも、そんなラキオって人気者だった？そんな人気者じゃなくない？待て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 。ラキオのあれか、人間だ発言でちょっとなんかこの二人が揺れてるのかな。ジーナ、信頼してるよ。信頼してるよ。可愛さで、してるよって。ジナなら信じてみてもいい。いや、いや、そうなんだけど。あ、ほらほら、こんなこと言ってますよ。ラキオこんなこと言ってますよ。こいつおかしいよ。言ってることおかしいよ。ちょっと俺発言しすぎかな。あまり発言しまくってもなんか、変に思われるんでしょう。様子を見よう。ジナ、黙っているのは良くないよ。自分は信頼に値する人間だということを自分の手で証明しないと。なるほど、確かにジナ喋ってないね。でも俺は、そんなジナを信じてるよ。なんか言えよ、ジナ。俺が信じてるよって言ったんだから。いや、こんなダメよ。ステラの死を無駄にはできないんだ、俺は。俺はステラの死を無駄にはできないんだ。ジナ！信じてる、ジナ！俺は信用してるぞ。そうだ、ほら、こんなこと言うやつなんかもう信じるんじゃない。せっちゃんを最初なんか、あたい守るみたいなこと言ってたのに、何言うとる？せっちゃん、せっちゃん、せっちゃんよ。ジナは、いや、ジナお前さっき何言われたのか分かってない。ジナがちょっとよくおかしくなっちゃった。さっきすげえ言われてたのに、そろそろ眠る人を決める時間。うわぁ、いや、これラキオ行かないと。いかんのになぁ。これジナ、ラキオだよ。いいね。みんな、せーの、ラッキオ、ラッキオ、わぁ！なるほど。せつジナ入れてる。せつ！せつこ！簡単には決まらないよね。それぞれ思惑があるんだから。決戦投票。なるほど。これでどっちかにしなきゃいけないのか。いや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 。ラキオだよ、ラキオ。ラキオが怪しいよ。不自然なほど信頼を集めてるよ、せっちゃんからね。この僕を疑ってるんだ。わあ、せっちゃん、せつこ、せっちゃん。いやもうどうする、せっちゃん。じゃあこれさ、ジナをかばおう。ジナはそんな子じゃないでしょ。わあ、これやばいな。これ一生票が割れ続けるぞ。投票を始めようか。敵を排除するんだ。いや、ラキオだよ、ラキオ。これどうすんの？一生終わらないぞ、こんな感じ。何度やっても結果は変わらない。考えよう、状況を打開する手段を。これどうやって決める？あと、じゃんけんする？暴力はダメよ。ラキオはさ、弱そうだけど、せっちゃんめっちゃ強そうだもんね。投票中断。どうすんの？投票中断したら。全員冷凍するか、誰も冷凍しないか。え？なるほど。どちらかを選ぶんだ。誰も冷凍をしないにしちゃうと、結局、ラキオちゃんが暴れちゃうことになるから、全員冷凍を選ぶべきか。ステラのためにも。
全員冷凍を選ぶべきだな。ここはみんな一緒に固まろ、一緒に輪になって固まろ、もう4人一緒の一つのポッドに入って固まろ。候補者全員をコールドスリープさせることを提案した。候補者たちが消えて喜ぶのは誰？それは私じゃない。だから反対。なんだよお前、じゃあどうしろってんだよ。反対意見が多いためそんなに反対意見多かったの？どうすんのじゃあ。ちょっと様子見ようかじゃあ。ここは静かに。的、敵の一手を。まだまだ力不足だね、私。ん？うん。話は終わり。敵の活動時間が迫ってる。部屋の近い者同士ペアを組んでも、俺誰と部屋が近いの？やだ。怖い。誰と近いの？わかんない。誰が近い？俺に。次男とこ行くべきか？それとも節のとこ行くべきか？次男と一緒にいるべきだよね。次男が今失うのが俺は一番良くないから、一人しか狙えないわけだから、ちょっとせっちゃんには本当申し訳ないけど、ここは俺は次男とこ行こう。次男、あなたも私も人だといいね。怖いんだよ、その言い方。誰を調べますか？いや、もう、まあ、これでジナ調べて、グノーシャだったらもう、俺悲鳴を上げるわ。なんで？一緒のとこ行ったのに、そういうわけじゃないの？人間でした、だって。おたわー。また一人やられたら確実に戦力が削られていくね。これもう俺、負けじゃない？もうだって、せっちゃん俺のこと信用してくれないでしょ。報告しまーす。ジナはグノーシャじゃありませんでした。多分信じてもらえないだろうけど。てっちゃん、俺信じてるよ。好ましく思ってる。そう。好ましく思ってる。なんかもうむしろ、月を超えてる。あ、鉄塔は味方だよ。あ、どうして急に、なんでありがとう。感謝します。これもう、じゃあ、いいんだよね。じゃあ、ラッキオでいいんだよね。ラッキオ行っていいんだよね。あまりがちで怪しいな、お前。うん、どうした？もうそこまでなのか？限界か？うん。ヘッドは味方だよ。2回言われると逆に怖えんだけどな。感謝します。なぜ君たちはヘッドを信用できるんだ？君たちと言ってるのがもうおかしい。たちではない。脳内のイマジナリーフレンドを呼び出してるじゃん。ボングとかなんかもう難しい言葉言ってるし。バカめが。ラキオの狙いは何？私たちの無駄。よし。これはもう、いや、せっちゃん最後の最後で目を覚ましてくれたね。ありがとう。議論を止めて投票と行こうか。民主主義万歳ってね。ちっちゃい民主主義だな。まあまあでも、行くぞ。くらえ、ラキオ。これが、俺とステラ、思い出をこもった一票だ。清き一票。よし。やったー、この僕を冷凍睡眠させるんだ、救い方、さよならー。バカめがよし、すべてのグノーシアがコールドスリープしました。いやーもうほんとギリギリの戦いだったな。私たち人間側の勝利で終了条件達成。今回はここまでだね。そんな晴れやかな顔されてもさ、ジナっていう子がね犠牲になったんですよ、せっちゃん。だけどテッド、話し合いでの振る舞いも随分上達したんだね。何試してたの？それにより尊い命が犠牲になったんですが、私が鉄塔の足手またにならないといいけどな。不服冗談だよって。まさか冗談になってないの？うん、頑張り、ああ、いやいや、まあまあ、そんな気にしないでください。よかったー。いやー、ステラが、ジナが、そして茂道哀れにも吊るされてしまったな。データ見てみようか。うん。まあ、勝てたは勝てたけどね、これが勝利と言えるのかどうかは分からんけど、俺とステラのね、この、これから続いていく物語がもう終わってしまったからね。まあでも、良かったのかなというところですね。最終的に、仲のいい人説になってる。まあまあ良かったね。よし！あ、次ループ行こうか。
お前が氷ネスさん、誰この人、黒髪のなんか女王様的な人に氷ネスさんと言われた新しい人が増えたのかな、俺がグノーシアだったのかな、このループ5では。というところで、今回この辺で終わりにしておきましょう。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。